今回ご紹介するのは JR 東日本烏山線の鴻山駅です。鴻山駅は栃木県那須烏山市鴻山にあり、1934年昭和9年8月15日に開業しました。当駅は単式ホーム一面一線を有する地上駅です。烏山線が全通後に新しく設けられた簡易な停留所で、開業当初から放射区駅管理の無人駅です。ホームに屋根がある程度で、駅舎に類するものはありません。1987年、昭和62年4月1日の国鉄分割民営化により、当駅は JR 東日本の駅となりました。2009年、平成21年3月14日には、東京近郊区間に編入されています。今回はご視聴ありがとうございました。またのお越しをお待ちしています。